もアスリンチャンネルの木本樹と松尾です。今日はマイルリレーのバトンパスを解説していこうかなと思います。高校生、大学生、学生種目の花形種目である 4×400m リレーのバトンパスなんですけれども、 4×100m リレーと違ってバトンパスの練習をするチームっていうのは結構少ないんじゃないかなと思います、うん。まあ、実際に木本樹コーチも高校生、大学生の時マイルリレー走ってたんですけど、全然マイルのバトンパスの練習をしたことはありませんでした。けどうちにはね、やっぱりいろんな種目のコーチがいるんですけど、特に松尾コーチはあの有名な東福岡高校出身ということでマイルのねバトンパスについてポイントがたくさんあるみたいなので、今日はそれについて解説してもらおうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先にポイントはこんな感じで、じゃあ一つずつ説明してもらおうと思います。よろしくお願いします。お願いします。マイルリレーのバトンパスポイント一つ目です、はい。もらう時の手と足についてなんですけど、よく見るバトンって多分トラック側に向いて左足、左手でもらう高校生多いと思います。僕たちがおすすめするもらい方は、スタンド側の方を向いて右足でマークを踏んで右手でバトンをもらう。で、こうすることでバトンをもらう時にしっかり自分も加速して、バトンパスをすることができるので、ぜひおすすめです。やってみてください。あともう一つポイントとしては、もし仮にバトンを落としてしまった時もトラック側にバトンが残るので、まあ、失格になりづらい。どうしても左側でバトンをもらってしまうと中に入ってしまうことが、多いので、そこも、まあ、安全性としては右手でもらった方がいいと僕は思います。はい、それではポイント2つ目です。2つ目はしっかり次走る走者もしっかりスピードに乗って出ることで、スピードを加速して出るためには走ってくる人の、まあ、スピード感、距離感をしっかり掴んで出ることです、ね。4K だとテープを貼ると思うんですけど、まあ、マイルの時にテープを貼ることはちょっとできないので、だからこそ走ってくる人のスピード感をしっかりですね見極めながらタイミングを見て出ると。ここでラップタイムが本当に1秒ぐらい変わるので、マイルリレーのバトン練習も積極的にやっていただければなと思います。バトンもらう人はスタートラインでもらえるぐらいのタイミングでしっかり加速するといいらしいです。みたいな感じでしっかり加速してもらうときにゴールラインで3走、4走はもらえるのが理想です。で、2走の場合は点線から、まあ、スタートすると思うんですけど、この800のスタートライン、ここでもらえるのが理想かな。しっかり 10m 加速感にしてここでバトンをもらうっていう風にした方がいいかなと思います。で、2走の人の、まあ、気をつけるポイントとしては、こっちでもらってちょっと勢いつけすぎてラインを踏んでしまって、まあ、失格になることもあるので、ラインを踏まないように左側でバトンをもらった方が、まあ、そういった失格とかにはならないかなと思うので、そこはもう各チームの判断とどっちがやりやすいのかっていうのはしっかりこう話し合いながら決めてもらえたらなと思います。おまけ、まあ、バトンの渡し方で、これはもうなんかどっちでもと思うんですけど、まあ、寝かせて渡す、立てて渡す、まあ、この2種類あると思うんですけど、寝かして渡してしまうとこれがどうしてもこう滑ってしまう。そこでちょっとこのもらえなくなるっていうところがあるかなと思うので、まあ、しっかり立ててもらう人は引く、しっかり引きながらもらうと、さっき言ったより加速がしやすくなるので、ぜひ僕は立てて渡す方をおすすめしたいなって思います。以上がポイント3つになります。ありがとうございました。
アスリートリンクは 4×100m リレーも熱いですが、今年はマイルの県記録も狙ってますので、マイルリレーにもご注目ください。今日のポイントを参考にしてチームメートと話し合って、少しでもいいタイムが出せるようにみんな頑張ってほしいと思います。ぜひこの動画がいいなと思ったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。またお会いしましょう。バイバイ。